ウィルズデンジャンクション駅は、ロンドン北西部のハレスデン地区にある、鉄道駅である。ロンドン地下鉄、ベーカールー線とロンドンオーバーグラウンド経営3路線の、旅客列車が発着する。なお、駅施設は、ネットワークレールが所有する。駅はその名の由来となったウィルズデン地域からは1マイルほど、南に離れているが、駅の場所は、かつてのウィルズデン特別区の南端にあたる。 地上東西に走るウェストコースト本線及びそれと平行に走るアトフォード DC 線と高架を南北に走るノースロンドン線の高架線が交差する場所にある駅である。また、駅のすぐ南側でノースロンドン線からウェストロンドン線の線路が分岐している。ワットフォード DC 線の駅は一面三線の地上駅で線路を共有するロンドン地下鉄。 ベーカールー線の列車とロンドンオーバーグラウンドのワットフォード DC 線の列車が発着する。ノースロンドン線のホームは、島式ホーム一面二線の高架駅で、ロンドンオーバーグラウンドのノースロンドン線の列車及び、ウェストロンドン線の列車が発着する。オーバーグラウンドのウェストロンドン線はこの駅が、北側の終点であるが、ラッシュ時には一部列車が、ノースロンドン線に直通運転をしている。 また、ウェストコースト本線には、かつては、駅があったが、現在は、撤去されており、列車は停車しない。上下の二層構造の駅である。南北に高架が走るノースロンドン線の上層部ホームには4.5番線があり、ノースロンドン線とウェストロンドン線の列車が発着する。ウェストロンドン線の列車は、ノースロンドン線の東側に逆向きに停車する。 東西に地上を走るアトホード DC 線の下層部分のホームは上層部分におおむね直角に交差する形で1から3番線がある。一面の島式ホームからなり、ホームの外側は1.3番線となっている。1.3番線の内側には西側が終端となっている2線分の広さを持つ東端式ホームがあり、この東端式ホームの内の片側が2番線である。 この2番線は、ロンドンオーバーグラウンドの回送列車が現在、使用している。内側の東端式ホームがなくなる、島式ホームの北側の部分はホームが内側に湾曲しているためにかなり狭くなっている。1.3番線は、ベーカール1000のほとんどの列車及び、ロンドンオーバーグラウンドの列車が発着する。2番線は、ベーカール1000列車のとても短いもの及び、 ロンドンオーバーグラウンドの初電、終電列車が発着する。ウィルズデンジャンクショニ駅で終点となる、ベーカールー線の列車はそのまま、ストーンブリッジパーク車両基地まで運転され、そこで折り返す。南木の列車は、ストーンブリッジパーク駅から運転される。この形態は、ウィルズデンジャンクショニ駅に詰めるロンドン地下鉄の職員が、終着列車が空になるのを監視することを優先した。 ために取られている。ウィルズデンジャンクションウエスト車両基地また、東端式ホームは、仮層部分のホームからケンサルライズ駅との間を結ぶ、短絡線を利用して、車両基地とノースロンドン線を呼び、ゴスペルオーク、バーキング線等を行き来する回送列車によく使用される。なお、駅の仮層部分とホームのないウエストコースト本線との間は、駅の南東に隣接している。 ウィルズ電車両基地への連絡線によって隔てられている。この駅には主に3段階の開発段階があった。最初のホーム番号の不番は、ウェストコースト本線のホームから数え始めて、NL 線、DC 線に続くというもので、これは、ウェストコースト本線のホームが撤去された後も数年は、変えられなかった。昼間時の列車の発着パターンは、以下の通り、 マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ABC、ステーションユーセージエスタメッツ。レールスタティスティックス、オフィスオブレールレギュラーション。2015年3月31日、閲覧。中期、統計手法は年により異なる場合がある。 AB ベーカールー線の列車運行頻度は、可変で、時刻表にも特に記載されていない。ありがとうございます。